ミルヤマトトキチと申します。そしてどうミルクサポです。よろしくお願いします。さあミルトト50第9回の始まりでございます。さあミルトトとは何でしょうかという初めての方にね教えますと、はい、まあ戦術ゲームでもありトトをね基調とした15試合先生が2試合プラスしてね、ミルワカオリジナルでやっておりますこの、ポイント争奪ゲームということになってますね、はい、まあいろんな試合を見てほしい楽しんでほしいそしてそのね予想を通じて新たな楽しみにも目覚めてほしいという一つの授業でございます。そうでございます、はい、よろしくお願いします。それでは先生、はい、今回はこんなもん出ておりますが難しいですね。今回は難しいですね、今回平均点落ちてもしょうがないとはちょっと思ってますよ。そうですね、前回もあれでしたけど今回も落ちる可能性はあるとは思ってますが、まあ、これを機にね、より J2、J3 の道にまで、ね、皆さん見ていただけたらなと思いますので、トトキチもそう思うずら誰なんだろうな。これはもうJ1 がないということですからそうですね、今回ありませんので、まずはちょっとじゃあ皆さん楽しんでいきたいと思います。先生はやっぱり毎回ね、はい、15試合中平均で11に当ててますから。そうですね、これはやばい。データとは格も恐ろしいものだというのを震え上がってますよ私も。まあ、あと本当でも、とてつもなく思うのは、はい、トリプルの使い方だと思うんですよね。おちょっとその辺のご講義も今日いただけます。そうですね、トリプルとりあえず2個使えて、トリプル2個ダブル1個、ね、はい、1個使える状態になってますので、はい、ですごく思うのが、いわゆる結構なこう我々のこう話させていただく中でも、結構いやこのチームほぼデータ的に見たら決まりじゃねみたいな時たまにあるじゃないですか、はい、どう考えてもこちらなみたいなね。そう、そこにトリプル活用される方もいらっしゃるんですよ。あなるほど。いわゆる自分が押してるチームだからとかね、年には年後みたいな感じとか、なるほど。そう、うん、だけどやっぱそれで考えたらよりこう拮抗したゲームのところでそれ使った方がいいんじゃないかな。結構じゃあまあ今言ってることはごくごくまあ常識的なね発想ということですよね。そうですね、をやっていただければなって、やっぱりこれあれなんですか、この間のサッカーゲームの話でもこうおっしゃってましたけど、はい、やはりこの予想の世界においてもごくごく当たり前のことを忠実にコツコツ遂行するということが勝利への近道なんでしょうか。そうですね、やっぱりね。そうなんですね。なんでよっぽど変なことが起こるというか、それこそじゃあ勝率みたいに言った時に 80%10%10% みたいなことだったら、はい、まあそれ 80% のことがまあ起こるわけですよ、ね、はいはい、だけどその 10% 組が何か起こるとすれば、はい、例えば監督交代があったとか、なるほどね、はいはいはい、そういう感じのことしかまあないじゃないの、はいはいはい、あとはもうよほど本当に序盤にレッドカードが出たとかね、あとはこの間日本トリニダード・トバゴのように必ずしもこう勝利を求めてるわけではなかったみたいな、はい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 、そういうケースみたいなもんですね。やっぱり確率論に基づいて確率の多い方にコツコツと張っていく繰り返しだということなんですね。そうですね、なるほど。豪快な世界ではないんですね。ないです、それだったらいわゆる球本当に薄い確率で可能性はあるかもしれないけど、はい、平均点を高めていこうぜという一応企画でやってますので、そうですね、それで考えた時には、まあ、ある程度その考え方の方がアベレージヒッター的な感じがいいんじゃないのかなと思います。究極のアベレージヒッターにみんなでなっていこうというね。そうです、これは見る争奪というポイント制でやってますが、今の順位とかって分かったりするんですか。今ね、トップは誰なんですか。すさまじくデータベースの構築頑張っておりますので、もうちょっと待って。わかりました。でその辺のランキングが出てくるとまた面白いですもんね。ちゃんとあと、はい、せっかく、うん、もうみんなにせっかくだから伝えるけど、今公式サイト、はい、ミルワカの公式サイトも作るから待っててね。すごいですね先生ね、精力的にね。頑張りますんで。なんかすごいですね。はい。わかりました。いろいろやってますよ。じゃあ今週もね、で予想の方行ってみましょう。よろしくです。ちょっとコツも教えてもらいながら行ってみたいと思います。ワンフォーレコーフタイムで山形。はい、まあ、6試合直近で考えていきましょうか、うん、山形が4勝2分けなんと、はいはい、まずは両チームの6試合の直近からの勝率から、うん、はいですね、山形はですね、これ4勝2分けで7得点2失点と、本当に失点しないんですよ。おーおー、山形有利なんだね。であとただ甲府も良くて、うん、はい、まあ、3勝1分け2敗っていうデータもあるんですが、ただ9得点5失点とこっちも悪くないんですよね。なるほど。まあね、そうだよね、3位と1位の対決ですから J2 の。そうですね、うん、でそれぞれのホームアンドアウェイでの成績も見ていきましょう。今シーズンのね、はい、甲府の今シーズンのホーム成績は4勝1分け2敗、はい、10得点6失点というところですね、うんうん、その代わり、アウェイでの山形、うん、こちらはですね4勝3分け1敗10得点1失点ということで、ね、そんなに両チーム何か変わるようなことはないですね、うんうん、強いて言えば若干山形の方が有利かなといったぐらい。
あ、そう、はい、うん、若干本当にもうコンマいくつぐらいの差ですけど ね、はあはあ、で、2チームの相性なんですけど、うん、互いにその J1 行ったりとかっていうこととかもあったので、うん、強いて言えば去年の成績ぐらいしか当てになるものはないのかなと。あとはずっと前になっちゃうってことね。そうなんです、2015年以前になってしまう、うん、はい、はい、というかこの2チームすごいですね。ずっと最近出たら2012年15年18年と戦ってきて、初めてこう2年連続みたいな感じになりますけど、はい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 、でですね、うん、去年は、山形がアウェーで勝って、うん、山形ホームの時にはドローだったということで。なるほど、ほうほうほうですね。ってなるとトータルを鑑みますと、まあその予想の仕方でと、やや山形、やや山形、うん、本当にもうギリギリで山形なんじゃないかなってぐらいなんで。こんな時は先生はどっちにつけるんですか。うん、あの結局15試合全体での比較にもなりますけど、うん、ってなったら一応トリプルで仮に置いておくってことにしますね。あ、なるほどね、まあ、ここでは決めないってことですね。そうそうそう、なるほど、まあ、ここはちょっとトリプル候補なんだ1個ですね。なるほど。で例えばそれでダブルが余ったら、例えばドローを山形にしとくかなとかもちょっと考えつつ、他を一回見に行こうっていう状態、ね、勉強になりますね。そういうあのコツコツとした当て方を今日はね、私勉強していこうと思います。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。さあ、ビファーレン長崎対ファジアーノ岡山でございます。はい、行きます、はい、直近6試合からそれぞれ振り返りましょう、はい、長崎が4勝1分け1敗10得点5失点ということで、はい、いやかなりいいですね。特に小屋選手がずっとこの乗ってる状況はやっぱずっと勝ってますからね、うん、すごいですね。なるほど。対する岡山もですね、うん、悪くなくて2勝2分け2敗5得点5失点ということで、うんうん、ディフェンス面に関してはある程度頑張れている状況があるんじゃないでしょうかと。しかも負けた相手も、うん、あの好調の山形と京都に負けたという形なので、なるほど、まあ、そんなに何かあるわけではないのかなというふうには思います。順位で言いますと、長崎が現在6位、岡山が現在、10位ということですね。はい、でこの試合ですね、ホームが長崎なんですよ、うん、はい、ということでホームアンベホームアンダーウェイを見ていきたいんですけど、はい、ホームの長崎が3勝2分け2敗7得点6失点と、うん、まあ普通っちゃ普通なんですけど、うん、ホームのこの6直近6試合だけ見ていくと、うん、負け負け、うん、分け分け、うん、勝ち勝ちと来てるので、うん、だんだんホームの調子が上がってきているということになります、はいはいはい、なるほど。で対する岡山がですね、はい、なんとアウェーがあまり良くなくて、うん、1勝2分け4敗、うん、5得点8失点と、ね、というも得点が実はあまり取れてないんですよ、うんうんうん、外で得点取れないですね。そうなんです、うん、で、この2チームの、相性で見てみると、はい、長崎が1勝、長崎側から見ての1勝3分け、うん2敗といったところで、うん、まあ、そう結構トントンな感じですね。そうですね。まあいや、まあ、でも全体考えると、うん、いやいや長崎、長崎寄りかなっていうところはありますね、うん、これはさっきのやや山形よりもよりちょっと長崎州が強いってことですか。州が強いです ね、うん、なるほどね。あとは出れる選手出れない選手ってところで考えたときに、うん、長崎もしかしたらこの間あの前半もうだいぶ序盤のところで角田選手がボランチ出られなくな、はい、怪我してしまって磯村選手に変わったところもあるので、まあ、そこが何か影響してくる可能性か、あとはもう両チームのこのねエースストライカー、はい、小屋選手とイオンゼ選手、そこをどう見るかというちょっと好みの部分出てくるかもしれません、はいはいはい、もしかしたら。なるほどですね、はい、その辺も面白いところではあります。現状だったら僕一応長崎寄りなのかなというふうにはちょっと思っちゃってはいますね。はい、続いて岐阜対新潟です。はい、岐阜対新潟です、うん、似てますねこの2チームの最近の成績、共に1勝1分け4敗7得点まで一緒です。あら、まあそうか。で失点数が10が新潟、はい、13が岐阜っていう、はい、そこの差ぐらいです、はいはいはい、しかもあのこの6試合似てて引き分け勝ち負け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 、ここ全部一緒、おここまで一緒、すごいですね。で相性を見ると去年が初めての対戦になったんですけど、うん、ホーム側がそれぞれ勝ったという状態で1勝1敗です。あら、まあこれ難しいところですが似てますね。なんでホームとアウェーの成績だけちょっと見ていきましょうか、うん、ここでもしかしたら分かれるかもしれません、はい、岐阜ホームだと3勝2分け4敗ともうそこまで悪いわけじゃないんです、うん、岐阜はアウェーが問題だってことが分かりますね、はいはいはい。岐阜ちなみにアウェーはあの1回も勝ってないので、そっか、そうなんですよ、うん、で対する新潟なんですけど、新潟が2勝4分け3敗なんですよ、アウェーで、うん、
で13得点してるものの12失点してる状態、うん、なのでちょっとアウェーの新潟があまりよろしくないのかなといったところがあったりします。そうか、なんでどっちもどっちなところはありますが、うん、いやいやもしかしたら岐阜寄りな部分はあるのかなといったところですね、うん、まあくまでこれはね相性データということですけど、まあ戦術的な噛み合わせ、うん、も加味して決めてもいいということですよね。そうですね、なんで僕ちょっとところも 目としては見るかなといったところはあるかもしれませんね。なるほど、ほう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 、うんうん、でも岐阜は良くなってきてるっていうね。そうですね、言ってましたもん ね、はい、どうなりますか楽しみです。続いて大宮対京都ですよ。はい、大宮 vs 京都となります、はい、この2チームが逆に、うん、この2チームはいいんですよね、うん、京都がですね、まず京都が実は直近6試合で考えた時に最高の成績を叩き出しております、うん、4勝2分け無敗、はい、13得点5失点、はい、プラ8ですね、得失点3が、うん、まあ、前節を見て曲がってきてる感ありますもんね。そして大宮がちょっと特殊で1勝5分け無敗、1勝5分け無敗なんで直近6試合で5回引き分けてるんです。なるほどね。で6得点5失点ということで、はいはい、守備はだから問題ないんですけど、うん、得点がこうなかなかこう乗り切得点ができてないっていうのが最近だったらよくある傾向だったということですね、はい、そんな、大宮ですが、ホームでは3勝3分け1敗と、まあ、1回しか負けてないんですよ、うん、で負けた相手っていうのがあのだいぶ序盤であったの琉球戦のみなので、はい、それ以降だからホームではなくもう十分やりきれているよと。なるほど、アウェーの京都こちらもすごくて4勝3分け1敗、うん、14得点8失点。アウェーで強いんだね。ただそのアウェーで負けた相手ってのが、はい、甲府なんですよ。はいはい、だから自力がある相手にアウェーで臨むときにはちょっとあまりあれなんですね、うん、なるほどね。ちゃんと勝てるかって言われたらというところ。アウェーで勝ってる相手もあの、はい、栃木と、はい、横浜 FC とヴェルディということで、こう超上位層のチームでは今ないですよ、はいはいはい、なので大宮甲府とかあとそれ以外で言ったら山形とか相手に 京都がアウェーで臨むとどうなんだってところはやっぱりあるので、はい、やや大宮優勢なのかなってところは見てております。順位でいうと5位に落ちてきた大宮と4位に上がった京都の対決ということになるんですね。勢いでいうと京都なのかなという気もまあしないではないと、はい、で相性的に見たら、うん、直近で考えたら2018年去年ですね、うん、対戦戦績的に言うとアウェー側が両方実は勝っていて1勝1敗というところもあるんですが、ただ共にあの去年とは両チームとも監督すら変わってる状態なの で、はいはいね、で考えたら相性はあんまり関係ないかなと。今ので考えた時にやや大宮優勢な部分があるけど、はい、京都を信じてるよっていう人にとっては、うん、逆に京都一択みたいなところでもいいのかもしれない。難しいですね。ここまでの4つでも結構分かれましたね。分かれたね。実は J2 だから難しいんです。はい、面白いです。凄まじく難しいんです。うんうんうん、はい、じゃあ続いていきましょう。はい、ボルティス対ゼルビア。はい、うん、徳島と町田の対戦となります、はい、直近6試合で見たらですね両チームとも実は引き分けが多い2チームになってまして、はい、町田が1勝4分け1敗、うん、徳島が1勝3分け2敗ということで、はい、勝ち星がそれぞれ1個ずつドローが多いような状態となっております、うん、はい、でホームの徳島今シーズンは2勝3分け3敗7得点11失点と、まあ、こちらもやっぱりちょっと引き分けが多め、はい、で、町田のアウェーは3勝2分け3敗8得点11失点と、うんうん、両チームともホームとアウェーでそれぞれ得点の数がそこまで高くはないのかな、はいはいはい、ちょっと引き分けの可能性もちょっとなんか見えてくるような一戦ですね、うん、難しいね。でさらに、うん、両チームの相性を見ていくと直近3年間で、徳島側から見て1勝3分け2敗というところがあり、うん、この辺も拮抗してますからね。そうなんですよ。なんで引き分け可能性高いんじゃないなんて思っちゃうような、まあ、データ上はそうなんだと、まあ、プレビュー編でもね、うん、戦術上はまあプレビューを見ていただいて楽しんでいただければということですね。そうですね、はい、ミルトとプラスプレビューで予想していただきたいと、いいかもしれません、はい、山口対横浜。山口対横浜、うん、プレビュー編でも言った通り、まあ、小野瀬ダービーと勝手に僕は言っておりますけれども、はい、直近6試合見ていった時にだと、横浜 FC が2勝2分け2敗という状況、うん、まあ普通ですね、はい、ただ山口が実は直近6試合の最下位となっておりまして、はい、1勝1分け4敗5得点11失点と、そうか、勢いがちょっと
ただ滞ってる、上がってきたんですよ。前回、うん、いわゆる水戸を叩いてるので、それまでがちょっと負けと引き分けが多かったんですが、前回や、水戸を叩いたことによって山口がちょっと上がり目になってきたという、はい、ね、ところがあったりします。現在順位は山口が20位、横浜FCが12位ということですね。なってます、うん、でそんな山口のホームでは、うん、ホームで実はまだ1勝しか、あら、まあ、ちょっと寂しいね。1勝1分け6敗、はい、9得点17失点と、うん、で勝った相手が鹿児島相手に勝っていて、あと引き分けた相手がただ大宮ということがありますので、うん、だからそんなにこう上位に対して確かに負けてきたところはあるけど、うん、ただ引き分けも勝ち星もちゃんと積み重ねるところでは積み重ねてきたというのが山口だと。なるほどね。で横浜吉は3勝1分け4敗と、うん、7得点8失点なので、アウェーではあまり得点に関与できてないというのがデータとしてはあります。なんでロースコアゲームになる可能性は高いのかなと。ほうほう。ただ相性で見ると実は結構差が出ていて、うん、山口側から見て1勝5敗なんですよ。ああそうですか。横浜苦手としてる、はい、そうなんです、うん、去年の9月30日に唯一山口が勝ったというのがありますが、はい、ただまあノリに乗っていたような、うん、まあ、小野瀬選手抜けた後ではあるけれども、なるほどね、爆発的攻撃陣の中でやった山口でようやく横浜 FC に勝てたという状態なので、なるほど、共に上がり目の状態になるのであれば横浜 FC ちょっと優勢なんじゃないっていうのは、うん、出てきてしまいますね。なるほど、なるほどね、はい。まあ、詳しくはプレビューでね、新しいフォーメーションのこととかなんかね、最近の流れも言ってますね、そっちを聞いてくださいね。はい、はい、FC 琉球対金沢ですよ。はい、この2チームの流れ見ていくと、直近6試合、琉球が2勝1分け3敗、うん、金沢が2勝3分け1敗というところになってますが、はいはい、なんと両チームともこの6試合で得点力ある両チームではありますが、共に6点しか取ってないんですよ、うん、ほうほうほう。で金沢が4失点、琉球が7失点となっております。それぞれね、まあ、鈴木選手が抑えられたりだとか、クルーニー選手がいなかったりとか、そういうのがちょっと出てるのかなとは思います。でただ琉球、ホームではなんと無敗。この試合も勝てばというか、負けなければ30戦無敗になるんですか。すげえですね、これはすごいことですね。うん、なんで普通に考えたら琉球の可能性は高いんじゃないとは思っちゃいます。ホームの琉球すげえな。ただアウェーの金沢も、はい、9戦今回今のところまでやってて、3勝3分け3敗12得点9失点ということで、うん、まあアウェーに弱くはないんじゃないかなといったところ、うん、ただアウェーで勝ってる相手が実は順位的に言うと高くないところで、うん、鹿児島、岐阜、そして、山口にアウェーで勝ってるっていう状況なので、うん、なるほどね、上位層相手にはなかなか勝ててないから、うんうんうん、まあ、琉球の方がまあ可能性としては高いでしょうねと。引き分けの可能性も ね、ありますけど、うん、8位と9位の対決ということになりますか、ね、そうなんです。ただ琉球にちょっと目はあるのかなといったところはあるでしょうか、うん、なるほど、はい、はい。続きまして水戸対福岡ですね。そうですね、ここからがあれですか、うん、福岡は日曜日開催組になってますね。あ、そうなりますかね、はい、はい、鹿児島とか鹿児島ヴェルディとかもそうですか、うん、じゃあ行きましょう。じゃあまずは水戸対福岡から行きます、はい、福岡は監督交代後1試合目ですねになりますね、はい、なんでここもちょっと状況変わってきますけど、うん、まず直近6試合から振り返りましょう、はい、基本のデータを確認しましょう、はい、水戸がですね、はい、2勝2分け2敗なんですけど、はい、すごいのがこっち、うん、6試合で3得点2失点、おー、はいはい、得点が生まれません、うん、水戸戦というものが、うん、そして対する福岡が1勝2分け3敗5得点9失点といったところ、うん、なるほど。ただとはいえペッキア監督抜けた後なので話は変わってくるだろうなというのはありますね、はい、うん、でそんな水戸ホームでは2勝4分け1敗この間初めてホームでは負けたというところですが、なかなか勝つこともできないといったところ、うん、でアウェーの福岡実は悪くなくて、というかむしろいい方で、はい、3勝2分け3敗というところ、アウェーでなんで勝率半分ぐらいあるので、なるほど、なるほど、悪くないですね。ほう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 。なんでそれで考えると、うん、福岡チャンスはあるよ、うん、水戸は相手とはいえチャンスはある状態だよというところは、はい、はい、いや難しいななっております。どっちしようかな、はい、続いて、栃木対千葉、うん、千葉ね、直近6試合見てみるとですね、うんうん、千葉が2勝2分け2敗お10得点10失点と綺麗な感じ、綺麗な感じ、そうなんだね。そしてね、はい、実は栃木もやるじゃん、1勝4分け1敗1勝4分け1敗7得点7失点ということで、おどちらも綺麗なデータを揃えた2チームとなっております。はいはいはい、
そんな、2チームですが、ホームでの栃木はですね、うん、1勝4分け3敗と、うん、そうなのね、ホームでなかなか勝ててないというのが現状としてあります。でアウェーの千葉は2勝3分け3敗7得点10失点ということで、うん、まあ似たような状況ではありますが、 そうだね、それで見た時に栃木がホームで勝った相手というのが、うん、ただ豊富なんですよ。おお、そうだったね。そうなんです。最近ねありましたけど、うんうんうん、なんでちょっとワンチャンあるんじゃないなんていうのも思った、ね。そうね。上位食いと言いますか。そう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 。うん、でただこの2チーム、そんなで今までのデータのところも、はい、まさにそうだし、うん、両チームでのこの対戦戦績なんかもそうなんですけど、はいはい、得点が生まれにくいですそもそも。ああそうなの？はい。ね、3点以上生まれたのが、うん、ここ5年ぐらいでないです。ああそうですか。2点以内で収まってる状態で、ほうほうほう、で栃木目線で見た時に1勝3分け2敗ですね、うん、なんで今やや千葉より、うん、あごめんなさい1勝2分け3敗です、うん、すいません。17歳の時に見たプレシーズンマッチは2対0で千葉が勝ちましたけど、それは関係ないですね、はい、オルデネビッツが2点取りました。 J リーグ始まる1年前だったかも分からない。プレリーグマッチみたいな、なんかそんなやつだかわかんないですけどね。すげえ前ですね。それ関係ない。それはちょっとデータ範囲外と関係ないですよね。見に行ったですけどね。うん、そか、まあ、せめて2000個やっぱ10何年以降のデータとさせていただければなと思いますので、はいはい、まあ、やや千葉よりと。あごめんなさい、栃木 SC じゃないですわ、僕ちょっと今疲れてますわ。栃木に宇都宮でジェフがやったってだけでした。ごめんなさい疲れてました。はい、はい、といった情報でございました、はい、で続いてが、はい、鹿児島対ヴェルディですかね。はい、はい、鹿児島対ヴェルディなんですけど、はい、もちろんこの2チームは初顔合わせとなりますので、相性の成績はございません。そうかそうか、はい、両チームの直近6試合見ていきましょう、うん、鹿児島が2勝1分け3敗、はい、ヴェルディが3勝2分け1敗となっております。ただですね、はい、6試合で6得点5失点という鹿児島と、うん、6試合で11得点11失点というヴェルディということで、はいはいはい、得点関与が少ないチーム対めっちゃ多いチームとの対戦、うんうん、はい、ヴェルディ私はこういうチーム好きですけど ね、いっぱい取っていっぱい取られるっていうね。、はい、そして鹿児島、うん、なんとホーム3勝6敗と引き分けなし。あもう竹終わったようなチームですね。もう勝つか負けるか、うん、さあどっちだっていうことをやっておりますね、うん、で最近だったら琉球に勝ったりとか柏に勝ったりというところでいろいろやってるチームになりますね。対するアウェーでのヴェルディさんなんですけど、うん、アウェーヴェルディなかなかよくありません。この間が初めての勝利になりまして、うん、1勝2分け3敗という感じになっております。勝敗、はい、ただアウェーで勝った相手というのがそれこそ山口なので、うん、まあ鹿児島相手でも勝てるんじゃないというところはあるけど、まあどっちに転ぶでしょうか。そうですね、うん、うん、まあ、詳しくはプレビューで戦術面で ね、またちょっとデータを頭の中で足していただいて決めてください、はい、そして J2 ラストですかね。愛媛対レイソルでございます、はい、愛媛 VS、うん、柏レイソル、ここで J2 ラストとなります、うん、はいはいはい、でこの2チームなんですが、この2チーム相性的に言うと、うん、最後に戦ったのはなんと2010年になりますので。あそうなの、はい、相性データは抜いて考えていきたいと思います、はいはいはい、ちょっと空きすぎてるこれね、はい、うん、なので直近6試合見ていきましょう、はい、柏が2勝3分け1敗、うん、7位、ただね柏もやっぱりこうで、うん、なんと6試合で4得点3失点と、6試合でたった合計7得点しかないんですね、うん、で対する愛媛、うん、1勝1分け4敗5得点10失点と、はい、うん、なるほど19位なっております、うん、なるほど、で愛媛がホームで10試合戦っていて、うん、3勝2分け5敗3勝2分け5敗、うん、ああそうか、で柏がアウェーで3勝3分け2敗、うん、おはいはいはい、ということで、まあ、自力で考えたら柏だってところがありますが、うん、実は愛媛まだ柏に勝ったことはないっていうところなので、まあ、そのままね実力差を見せつけての柏っていう可能性はあるんじゃないかなとは思います。先生はどっちに言えんのこれ。僕は柏に行きたいと思います。ああそうですか、はい、ただまあ、これプレビュー編でも話しましたけど、ドローあるんじゃないかっていう、うんうんうん、柏頑張って打つものの愛媛キーパー岡本選手がひたすら耐えしのぐみたいなことが起こるんじゃないのかななんてのは思ってますね。なるほど、はい、はい、そしてここから、ミルトと史上初のことが起こります。 J3 だ、 J3 から来ました、はいはいはい、そしてまずは八戸さんです。ええ、
八戸ブルース。これは先生何？全98回トトに J3 入ってんの？はい、入ってます。あ、そうなんだ。どこまでが本当のトトなの？これは。これ13番までが本当のトト。ああ、いつもそうだもんね。いつも通り、ね。ああ、そういうことですね。今回は J1 がないのでこの仕様となっております。あら、八戸トトに入ってきましたよ。初のことが起こりましたね。なんで、で八戸対藤枝なんですが、はい、この2チームは初めての対戦となる、まあ少なくとも J リーグではそうですよね。そうだね。となりますので、相性はないと考えていきましょう。はい、で八戸直近6試合見ていきますとですね、1勝1分け4敗ということで、この間の勝ちが本当久しぶりの勝ちとなりました。16位、はい、そして、藤枝ですね、藤枝は2勝2分け2敗となっております、はい、6位です、はい、でホームでの八戸なんですが、実はまだ勝利がございます、あら、まあそれは寂しいね。1分け3敗ということで、まあ、そろそろ勝ちたいなと。これは待ちわびてるね。トト大正試合記念初勝利、ここ行きたいですね。これ記念に勝ってる人多いんじゃない、初めてだってちょっと感慨深いんじゃない、八戸応援してきた方々からしたら、ね、トトの髪にすられてるというね。そして藤枝がアウェーで2勝3敗ということで、はい、で勝った相手が FC 東京 U23 と鳥取相手に勝ってるので、なるほど、テクニックタイプの相手には勝利をしているのがアウェーの藤枝という形になるんじゃないでしょうか。なるほど。と考えると実は八戸もね、結構つないでくるサッカーしてるので、あら、テクニックタイプと言っていいんですか。なんで藤枝実は八戸に相性いいんじゃないかなっていうのは、かつてのここまでのデータではあったりする。なるほど。ただ、まあ、本当強いて言えばですけど、そろそろホームの、ね、サポーターにも勝ち星届けたいよね、初の日ね、っていうのは思ってるところもあるかもしれません、ね、なるほど、はい、ということでございます。そして、トトの対象試合としてはここがラストになります、はい、群馬 vs 鳥取ですね、はい、直近6試合両チーム見ていきますと、群馬が2勝、あ、群馬も鳥取も2勝2分け2敗、そして9得点まで1勝、なるほどね、で6失点の群馬と9失点の鳥取で分かれております、まあ、群馬が10位、鳥取が11位なんです今ね、まあ、2回寄ってますね、はい、両チームとも3勝3分け4敗できてます。で、ホームでの群馬、2勝2分け1敗ということで、まだ1回しか負けておりませ ん、ね、そのホームで負けた相手がそんな八戸だったりするんですけど、なるほどね。そしてアウェーでの鳥取、アウェーでの鳥取は2勝1分け2敗、ただ11得点11失点と4点ぐらい生まれてる計算になるんですよね、毎試合。加藤純也ダービーね。ね、言ってきた先に言われてしまったよ。となります。で、かつての対戦戦績だとですね、ちょっと最近やったのが去年2018年しかないんですけど、そこだと、群馬が1勝1分けと、ね、いうことになっておりまして、まあそんなね、鳥取の状況を知ってるような、まあ、加藤選手もいる分、群馬ちょっと優勢なんじゃないかなって思う部分も僕はあったりしますと。いや、ここまでほっとする。これ平均点低いだろうね、いつもよりね。低いと思います。なんで、ね、僕で6点いくつとかになるんじゃないかなと思うの で、そうですか、まあ、皆さんちょっと頑張ってみてください、まずはい、実は知るっていう。これで10位出した人はすごいですね。すごいと思いますね、うん、なんで今回は正直J2 入門編みたいな感じになると思うので、なるほど、まず皆さん考えてみるっていうのが、触れてみるが結構大きいと思います、はい、で今回経験することによって、J1 がまた再開された後の J2 の方にまた生きてくれればそれでいいんじゃないかなっていうふうに思います。勉強になります。ただ、はい、そして15ですから14、15がございますよ、はい、なんかトリッキーな感じが見えてますけども、はい、ということでまず14番いきましょう、はいはい、新設というか持ってきたのがまず日本 VS エルサルバドルということで、キリンチャレンジカップ、はい、うん、まあ、どっち勝つでしょうって話で、データなんてないです。そうだよね、はい、これはまあ日本とみんな入れますよ、ね、まあ、あとはだからトリニダード・トバコ戦をどう見るかっていう感じですね。これはもうあれですよ、祖国を愛しているかどうかの踏み絵みたいなのがありますから。そうですね、ただ、U20 でかつてやった時には基本的に、あとトゥーロンか、皆さん、対戦相手の方に入れる傾向が高かったので、それはどう見るかとリアリストね、はあ、はい、なるほど、ね、そして15がちょっとよくわからないですけど、はい、日本戦のこの合計得点というもので見ていきましょう。基本的にね、同じ試合を対象としている。そうです、エルサルバドル戦15も、はいはい、そうです。なので、基本的に試合って、だいたい 2.6 点とか生まれるんですよ。あ、はいはいはい、だいたい3点ぐらい生まれやすいというところがあるので、合計でね、1対2だったり1対3だったりするから、そう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 、2.6 ぐらいが平均なんだ、はいはい、なんで、まあ、それに一番近似というか近い3っていうものを真ん中にした上で、はいはいはい、3点だったらドローですね。あ、なるほど。で0、合計得点が0、1、2の場合には未満っていうふうになってる、まあ、これアンケート
見てる方々にとっては多分いわゆる1の方でも分かりやすいと思うし、はいはいはい、で3がいわゆる0扱いになって、うん、であとは45、まあ、以上ってここに書いてあるけれども、うん、いわゆる45678って、ね、もっと取ってるよっていう場合ですね、4より大きい場合がいわゆるこの以上っていう形の方で、つけてあるかと思います。じゃあ、そうだね、 3点だって思う人は0を押したらいいのね。そういうことです。0って書いたらいいのね、はい、ああこれはもうあの未満と以上の数学で習ったそんなしょうもないことでぐちゃぐちゃ言うのやめてほしいね。これはね、そうね、あのここ枠に入らないから、枠に入ってんだからこれ分かってるでしょ、もうみんなね。そう、はい、あと説明書きまで全部書いてあるんだよ。事を細かく説明書いてあるんだよ。そうですね、わかりました。でやっていた先生がこの間ぐちゃぐちゃライブ配信で言われて本当イライラしてたから、イライラしましたね。分かるだろ意味はっていう、そんな先生としてずっとやってきたんだから分かんないわけないだろ俺がっていう感じ、言いたいんですよみんな、それはね、分かりました。というわけでこれは先生難しか、さあということでマーさんの、はいはい、予想タイム、はい、先生予想してみます。今回あいいですよ、僕も一緒に行ってきましょうか。あそれいいですね、うん、はい、やりましょう。これなんであのデータ、はい、あんまりだからここまでしかあの見てないデータで僕もじゃあ今回は、うん、はい、ざっくりやってみるって感じで一緒にやっていこうかと思います。そうですね、はい、初の先生がこう事前予想を見せてくれる、はい、後で11当たってたとかよく言ってますけど本当なのかなっていうのありますんで、まああとだって、ね、はい、その時はほらデータしっかり僕いろいろつけた後でちゃんとやってるので、 なるほど、ね、一応ね、うん、ただまあね、あれでやってますけど、ただ今回の J2、はい、J3 は、はい、これは難しいよ、かなり分かれます、ね、これは難しいよ、うん、僕も言った限りでも大体忘れてるので、うん、まあいろいろやっていきましょうか。かりました、まあ、プレビューで話した通りみたいな感じで僕多分言うと思いますけど。ああそうですね、はい、はい、じゃあまずは1位ワンホール甲府対モンテリアモア。マサはどちらですか。私ですか、はい、私はこれはもうトリプルです。胸を張ってトリプル胸を張ってトリプルです。はい、はい、ちょっと僕もちょっとこれつけながら行こうと思います、はい、ちょっとお待ちくださいね、はい、甲府対山形が、うん、マーさんがトリプル、うん、はい、そして僕はですね、うんうん、これドローと予想します。ドロー、はい、なるほど、はい、うん、で続いて長崎対、はい、岡山ですか。長崎対岡山、はい、まあ、さんこれ難しい、これねトリプルです。え、はい、もう、はい、2個使うの、はい、すごいね。長崎です。はい、で次岐阜新潟、はい、これはちょっとあんたから言いなよ、うん、あ頭には、はい、たまには、じゃあここから残り基本的に僕先で、はい、そうそうです、はい、で次マーさんですか。そうです、そういうことです、OK、で、はい、ちょっと待ちください、はい、そしたら、はい、ではですね、うん、もう一回仕切り直していきます、うん、岐阜新潟ここから僕行きます、うん、僕ねここね予想しちゃいますよ、うん、岐阜、岐阜、はい、なんでなんでなんでってことないね、散々言ってきたもんね。そうですね、これ僕迷ったんですけど、岐阜で、岐阜で、はい、岐阜で行きたいと思います。じゃあ続いてです、はい、大宮対、京都、うん、僕大宮です。大宮、はい、僕はね、あれです、僕も大宮なんですよ。お、はい、ってことはここ似てますね、はい、続いてです、徳島町田、はい、ここですね、はい、僕、すみません僕からですね、うんうんうん、僕ドロー。おー、これたまたまですけど僕ドローです。いや違う、たまたま、じゃあたまたまだから、そのたまたまに僕笑ってた。そういうことですよね、はい、僕見てましたからゼロずっと、はい、大です。続いて、はい、小野瀬ダービーですね、うん、はい、山口横浜市、はいはい、うん、山口横浜市、僕横浜です、はい、僕も横浜です。お、はい、すいません、今日なんかあれですね、はい、我々ちょっと仲良しですね、シンクロし、まあまあレビューも取ってますしね、まあしょうがないですね、でもやっぱ僕独自の意見ありますから、サッカーに関しては常に。なるほどなるほど、そこはもう、はい、で続いていきましょう、はい、琉球金沢です、はい、琉球、うわこれもうほんと違いますからね皆さん、これほんと僕も琉球ですちょほんと違うんですって、これほんとに先に言いたいぐらいです、じゃあ先に言いますか。いやです心の中で言ってますから大丈夫です、全然大丈夫です、はい。もうそのう僕に対してあのほら後からとかって言ってきたけど、はい、申し訳ない、そういうことではない、これはもう僕そういうことじゃないです、ほんと決めてますから、次も決めてます、もう見てますから、そっちを決めてますもんね、はい、102のうちの1個の数字見てますから私、それ、はいはい、もう確かに一点今見つめてらっしゃいますもんね、画面上のね、はい、僕だけですからね、顔動かして。水戸対アビスパ福岡は水戸対福岡ですが、はい、佐藤はドロー、はい、なんですか、ドロー、うわー俺もす、あら、俺もです、これ意外と福岡監督交代粘った、僕00予想です。何ですか、00予想の、私も00です、あごめんなさい、私33予想でした、ごめんなさい
打ち合うんですこれ。なるほどね。申し訳ない。次は多分ずれるんじゃないかな、栃木対千葉ということは栃木対千葉ですね、はいはい、ここだけマーさん避けてもいいんじゃないですか。なんですか こ, こ, だけこれは、ま、もらうことまごうことなく栃木です。僕も栃木です。ああらあれこれ普通に嬉しいですねまあ、栃木はまあしょうがないです。僕は生まれた土地ですから、これはもう本当データがどうだろうがもう栃木ですよ。僕も生まれた土地なので栃木ですね、うん、違いますけどね。そうですか、はい、鹿児島東京、はい、鹿児島対、東京ベルギーですね。栃木にしてくれたね、はい、僕は栃木だと。鹿児島東京はもう決まってますよ、ね、決まってますよ、はい、せーのでいきます、せーのでいきましょうか、はい、1か2で言うんですね。チームで、チームでいきましょう。なだって、ダブルはない、ね、ダブルはないんですよね。ないですないですないです、竹終わったようなところですから。一発で行くんですもんね。行きますよ、はい、せーの、ヴェルディ鹿児島鹿児島です鹿児島です、もちろん鹿児島です。揃っちゃったな、揃っちゃったな。そうですね、はい、続いて愛媛柏ですね、はい、これはもうね、これはもう分かりやすいですね、まあ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 、でもデータがね、はい、うん、はい、でもここ分かりやすいですね。分かりやすいというか、まあ、まあこっちにしてますよ、はい、はい、僕トリプルです、はい、え、トリプルです。なるほど、はい、トリプルですね、はい、ええ、私は、はい、あの柏とドローのダブルです。あ、なるほどね、はい、やっぱでも使うところもちょっと似てますね、うん、そう、偶然ですね、偶然ですね。やっぱ今日長くこう一緒に撮ってるから、それはそうでしょう、はいはいはい、はい、こっからですよ、こっから、ここからでございますよ、はい、じゃあ続いてですね、はい、八戸対藤枝という、はい、うん、J3 の予想に入ります。そうですね、ということで八戸対藤枝なんですが、はい、佐藤は藤枝です。あ、ここへ来て、はい、そうなりますね、はい、はい、これは本当ごめんなさい皆さんね、あ、間違えた、ごめんなさい、僕あのトリプルでした、すいません、トリプル、間違えた、ここでトリプルですか、はい、すいません間違えました。あ、なるほど、一個ずれてました、僕が書いてる、そうですか、はい、私はあの藤枝です、藤枝です、はい、藤枝です、はい、はいはい、はい、じゃあ残り3つですね、はい、群馬対鳥取ですね、僕群馬です、はい、僕も群馬です、はい、これ今日は本当にあれですね、はい、いやもう先言いたかったぐらいです、本当に。いやそうですよね、はい、すいません、なんか今日だけ全然大丈夫です、僕になんか譲っていただいて全然大丈夫です、本当に皆さんも本当にいつもありがとうございます、はい、では続いて、はい、ちなみにここまでの確認なんですが、はい、マーさんはすでに、トリプルを2つ使っていて、はい、ダブルを1個使っている状態になります、はいはい、で佐藤は先ほど愛媛柏、そして八戸藤枝戦トリプル使っているので、うん、ダブルが1個残っている状態と、私はもうシングルしか残ってないってことですね、はい、はい、続いてですね、はい、日本対エルサルバドルになります、はいはい、これはもう、はい、日本ですよ、僕も日本です、もちろん日本です、こんなもん、まあ、期待を込めまくってますけど、ね、もちろんそうです、はい、でことで僕は最後、ね、ダブルはこの合計得点使おうと思っております。あ、なるほどね、これは私はもう2ですよ、こんなもう100対0ですから、あ、だからいわゆる、はい、多い方ですね、多い方です、はい、はい、僕はですね、なんとここ100対0ですから、ここ真逆です、はい、あの未満3、いわゆる1-0のダブルに、あー、なるほど、あ、あー、そっか、はい、あ、あ、3点、そっか、2対1で勝っても3なんだもんね、そうです、あー、なるほど、はい、僕 2-0 予想なので、なるほど、はい、いや、あの、違う違う、ごめんなさい、5対2なので、はい、変わんないですね、2ですね、はい、はい、大丈夫です、これは、はい、いやー、偶然だな、偶然だな、偶然、先生、僕ね、あれですよ、今日はね、スリップストリープしてみました、これ私一つね、これはもうごめんなさい、ここはもう遊びなんで皆さんね、もう止めてもらって結構ですよ、これはね、最初トリプルで2ついったでしょ、私知ってるし、その中、その後で、うん、ね、ここでもう2つ取ってるんですよ、私ね、知ってる、そうなんですよね、その後で先生みたいなね、うん、あの虚勢にね、虚勢といいますか、あのテンポの才能に全部ついていったわけですよ、これ満点の可能性ありますよ、私だ、あとはなんか唯一言えば、日本戦ですよね、日本戦とあと愛媛がどうなるかってことですね。そうですね。ね、だ愛媛が勝って、うん、日本が例えば 2-0、 あ、日本が 2-0 勝利とか、もしくは 1-1 とかになったら、なった場合は13になっちゃいますけど。基本的に我々共倒れの可能性が高いというか感じですね。負けた場合はね。まあまあそう。すごいいい点になるか共倒れるかのどっちかです。これはあの半年やってきたミルクさんからで、みんなも底力が問われる回ということですね。うん、ですね、今回は我々のコンビネーションで諸々お届けしてみました。そういうことですね。ということで。はい、これはもうやりましたよ、やりましたね、これは本当にやりました、うん、はい、というわけで、さあ、皆さん、我々の井上真央を超えたら10ミル差し上げます、アンケートに答えても10ミルということでございまして、
こういうねスコアになっておりますので、ぜひ皆さん後ほど集計が終わりましてランキングもそろそろ出てくる頃だと思いますんでね、まあ多分公式サイトで一気に載っけようかなと思ってます。ああいいですね、公式サイトができるんですね。そう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 、そこで全体多分取りまとめた方がいいと思ってるんで、はい、いやだね、確かにね、いいと思います。それをお楽しみ、その時にねトップに出てきたらかっこいいですよね。そうですね、F1 の1位みたいなポイントですからね、はい。せっかくだからね、その一番公式サイト作ってるんですけど、結構ほら、トークライブとかのお知らせとか、今後見るわが結構いろんな大展開を見せていくことになるので、そうなんですか、それに向けてちょっといろいろ皆さんにも、はあはあ、なるほど、そう、あの結局どこ見ればいいか分かんないってなってもあれなんで、結局そのサイト見てくれれば、ね、例えば過去の動画でどんなの出てたかなとかでも全部分かるようにしておくので、大喜利ランキングのマーポイントもね、マーポイントもね出せるようにしておきたいですね。あとは、皆さん、動画編集担当だったりデザイン担当だったり、いろいろねやりたいという方も募集しておりますので、なるほど、はい、すごいですね、はい、アカデミーとしてね、楽しくやっていきましょう。このミルワカゼミとかもやろうと思ってますね。ミルワカゼミ、アカデミーとゼミ何が違うんですか。あ、もうあれです、ゼミキャンプ行ったり、キャンプ行ったりするんですか。そう、少人数制授業みたいなこともちょっとやってます。僕大学生の時ゼミ師ってゼミの試験があるじゃないですか。え、ゼミに入るのに試験があるんですよ、人気のあるゼミは。3年生になる時にいいな、うん、落ちましたからね、ゼミ入んなかったですよ僕。だからそうなんだ、卒論もなかったですよ。まあさ、うん、逆で、僕そのここに行きたいってゼミがあったんで、はい、入ったんですよ。第一志望が全員の中で、そこ第一志望にした人僕しかいなかったんですよ。ああそうなの、結構マニアックな。いや単純に統計関連なんですけど。ああ。あ、本当に好きなものを突き詰めたわけですね。いやだからね、ゼミってその少人数制授業って言うじゃないですか、はい、全然みんな結局来なくて、第三志望以下のやつしか来なかったんで。ああなるほどね、そっちまでもびっくりでというか、僕と教授しかいないですよ。マンツーマン、本当に学びたいものを学んできたんですね。だから90分間雑談で終わった回とか何回もですよね。ああいい、素敵ですね。なんか先生の根っこにつながってるようないい話ですねこれね。そうだからゼミをちょっとちゃんと経験してみたかったっていうのがありましたね。なるほど、僕ゼミ落ちた理由が、ボート部だからこれっこないでしょって言われた。確かに確かに、ちょっとまあ一応受けてみたんですけど、それでなんか教育機会なんか失わせるってちょっと嫌ですね。やりますよ大学は、そういうのはありますよ。はい、ということでございました。ということで、はい、ミルクサッカーアカデミーミルトとのコーナーでございました。結果お待ちください。結果はライブ配信でやります。はい、はい、ありがとうございました先生。ありがとうございました。チャンネル登録並びに、ライブ来てください。ありがとうございました。ありがとうございました。